明智城を義辰に焼き払われ、城と親族をもろともに失った光秀は自らの無力さに慟哭した。もう二度と大切なものを失わないために光秀は力を磨くため利光を伴って流浪の旅に出る。行く先々で戦の助太刀に明け暮れ力を磨く日々。当てどない旅の末に光秀と利光は越前にたどり着いた。光秀編第2章、不動越前防衛戦。お待ちくだされ殿、どうか休息をお取りいただきたい。昨今の無謀、到底看過できるものではござらぬ。どうか恩義をいたわられよ。いや、今は休む間が惜しい。悪いが、もう少し進ませてくれないか。ここ越前で俺は何もなしていない。一刻も早く強くならねばというのに。力を求める殿の心中、さしてあまりありまする。がなればこそ休息を軽んじることなく。この喧騒は略奪であろうか。越前も礼に漏れず、乱れし輩がはびこって。行くぞ利光、不定の輩は俺が残らず切り伏せる。な、殿お待ちくだされ。はあ、言って聞く殿ではあるまいな。ご助力くださった流浪の武士とはあなた方ですか。活躍ぶり民より聞きました。心より感謝します。ん、貴殿は。申し遅れました。私は朝倉義景、ここ越前国の守護を務めています。これはご無礼を。俺は明智十兵衛光秀と申します。して義景様、越前に一体何が。越前は今若さの阿波屋勢との戦のただ中にあります。今まで民を守りながら何とかしのいできましたが、これも何かの縁。どうかお力添え願えませんか。私が居城を守る間、民をお守りいただきたいのです。わかりました。我がヤイファ、どうか当てにしてください。感謝いたします。共に安寧を守りましょう。では私は居城に向かいます。どうかご分を。はあ、また安請け合いを。殿の頭に時勢の二文字はあらぬのであろうな。今度こそ俺の手で守り抜かねば。あのような悲劇は二度とごめんだ。なぜだ、なぜ動かない。殿、何を放けて。見収しちょうだい。殿、俺はまだ炎に囚われて。二人ともここにいたのですね。改めて
礼を言います。こたびの戦、ひとえにあなた方の強さあっての。違います。俺は弱い。あの時からずっと開墾の念に蝕まれ、斧が刃を震えないとは。光秀、あなたにとっての強さとは何ですか。ただ闇雲に数多の敵を倒すことでしょうか。己が弱さを認めた上で常に己を信じ歩み続ける。私はその信念こそが強さだと思います。光秀、開墾と向き合えるあなたは十分に強い。あとはあなたが何を目指し歩むかが肝要です。俺はもう二度とあのような悲劇を繰り返したくない。だからこそ誰も傷つかせない守る強さが欲しい。義景様、あなたの安寧を守り抜かんとする信念は今の俺が目指したい守るための強さそのもの。どうか越前にとどまることをお許しください。あなたから多くを学びたいのです。ええ、喜んで。流浪の末にたどり着いた越前で、光秀は死後朝倉義景とその盟友浅井長政に出会う。共に戦った義景の守る強さに心打たれた光秀は、義景の誘いに応じて朝倉家の客商として越前にとどまった。義景のもと鍛錬を重ね力を磨いていたある日、光秀は長政の口からある西国大名の名を耳にする。合算戸田城の戦い。よう光秀。お前しばらく見ないうちに顔つき変わったな。長政殿、そう見えるか。ここでの暮らしが俺には良い刺激になっているのかもしれない。光秀の力添えを得て越前の安寧はより盤石になったかと思われます。しかし安寧の中でせっかくの腕がなまってしまわないか、それだけはやや気がかりです。なら少しの間他の国を見て回らせたらどうです。可愛い子には旅をさせよって言いますし。俺が気になっているのは秋の毛利です。何でも近頃めきめき頭角を現してるとか。毛利ですか。やや遠国ではありますが動向は気になりますね。どうしますか光秀。義景様のため腕を落とすわけにはいかない。他国巡察の任喜んで受けたまります。はい、頼みましたよ。何やつ、邪魔だ。なるだ殿。悪い、間違えた。客人、先ほどは我が家臣が失礼いたした。私からも改めて詫びを申そう。いえ、雨子の主君にお目通りかない、光栄です。よろしければ元凶をお聞かせください。それは俺から。今雨子は秋の毛利と戦ってる。奴らの襲撃に備えて山道を見張っていたんだけど、そこに通りがかった我らを
毛利の伏兵と見まがえたか。まったく、殿がご無事だからよかったもの。申し訳ない。我らも劣勢を覆せず焦っているのだ。このままではいずれ城を奪われるだろう。もう弱気にならないでください、義久様。雨子は、俺の家族は必ず救ってみせますから。家族を救うか。義久様、この戦、微力ながら我らも加勢いたしたい。おお、まことか。かたじけない。俺からも本当にありがとう。必ず勝とうな。光秀、明智十兵衛光秀だ。よろしく頼む、鹿之助。毛利め、諦めるもんか。勝負はまだついて。やめよ、鹿之助。義久様、でもこの戦、我らの負けだ。雨子は毛利に下る。そんな、なぜ。兵は疲弊し、度重なる戦で民草は困窮しておる。これ以上戦を続ければいらぬ犠牲が増えるのみよ。鹿之助、よくぞここまで戦い抜いてくれたな。その武働きに私は深く感謝しているぞ。義久様、くそ、雨子を守れず申し訳ございません。鹿之助、聞いたぞ。雨子は毛利に下り、義久様は幽閉。鹿之助ら家臣は義久様の身と引き換えに放免されたと。ああ、義久様の決断だし、俺は口出しできないさ。でもやっぱりあんな決断させたくなかった。なんで守りたいもの全部手のひらからこぼれるんだ。俺はただみんなと笑って過ごしたいだけなのに。鹿之助、数年前俺もお前と同じ浮き目に遭っている。え、光秀が俺と。ああ、領地を守れず城は焼け、一族は滅び、己の身のうのうと生きながらえた。強くなければ何も守れない。力を求め旅に出た俺は今、朝倉義景様の下で刃を振るっている。鹿之助、お前も越前へ来ないか。大切なものを守れるようになるため、共に強くなろう。よし、一緒に行くよ。どうせ主家が滅んで流浪の身だ。修行して強くなって、いつか雨子家を再興させてやる。ああ、その意気だ。では改めてよろしく頼む、鹿之助。出雲に入った光秀は、雨子家に仕える山中鹿之助と遭遇。共に毛利と戦うも降伏に追い込まれ、雨子家は滅んだ。主家再興を願う鹿之助を光秀は越前に来るよう勧誘。共に力を磨くべく朝倉家の客商に推挙した。こうして新たな仲間を加えた朝倉家に、ある日同盟相手である越後の上杉謙信より共闘の依頼が届く。来る武田との戦に向け加勢を求める上杉に対し、義景は光秀らを派遣することを決めた。上杉教頭、義景様、俺たちに命じたい任とは
一体。盟友の剣心殿から共闘の要請をいただきました。あなた方にはそちらに参じてもらいます。剣心、上杉剣心か。軍神と称されるほどの戦功者と聞く。へえ、そんなにすごいお方なのか。なら一緒に戦うことで強さの秘訣がわかるかもな。ええ、鹿之助の言う通り、彼の強さに触れることは武士として得難い経験となるでしょうね。上杉謙信、どのような御仁であろうか。謙信殿、我ら朝倉より馳せ参じました。俺は明智十兵衛光秀と申します。一つと、そなたらの正しきは何だ。は、正しき。正しきとはすなわち己が掲げる正義なり。光秀と言ったか。そなたはこれを何と心得る。は、俺の正義は。すまない、国言のようだ。そなたの答え、戦の後に聞かせてもらおう。おお、上杉謙信、さながら嵐のごとき御仁であったな。でも確かに自分の正義って言葉にしたことないな。雨子を復興するは正義というより信念だしな。な、正義は信念を貫くための規範たるものだろう。ならば俺の掲げるべき正義とは。俺の正義は、好機到来。我らが聖堂、今こそ見せん。おう、来たな。戦前に問うたそなたの正しき、申してみよう光秀。はい、俺の正しき、それは守るべき者のため己が力を振るうことです。大切なものを守れるよう強くなることが俺の信念ならば、その強さを大切なものに捧げることが正義と心得ました。うむ、ならば貫け。己が正しき、決して見失うな。人は皆己が正しきにすがらねば生きられぬさが。光秀、次は戦場にて正しきを貫く様を示すのだ。はい、ありがとうございます謙信殿。謙信殿の大胆さ、まるであの人を思わせるような。信長殿、あなたは今何を。いや、強かったな謙信様は。あ、軍神の名にたがわぬ活躍ぶりだった。謙信様が言ってた正しきってなんだろうな。正しき、それはおそらく、うん、まばゆいな。なあ光秀、俺たち絶対強くなろうな。強くなって、それで
大切なもの全部この手で守るんだ。きっとそれが俺の、俺たちの正しきだろ。ああ、共に理想を叶えるために強くなろう、鹿之助。約束だ。